皆さんどうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、3月配信の新作スマホゲームの中から今すぐ遊びたい本当に面白いスマホゲーム10選を紹介していきたいと思います。今回紹介するスマホゲームのダウンロードリンクは説明欄にリンクを貼ってありますので、少しでも気になったゲームがあったらぜひねダウンロードして遊んでみてください。それでは本日の動画始めていきましょう。次に紹介するのはシンクロニクルになります。本作はチェーンクロニクルの開発スタジオが送るシングルプレイ RPG の最新作ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、名作チェーンクロニクルの新たな物語を楽しめます。こちらシンクロニクルはですね、本格 RPG として2500万ダウンロードを突破したチェーンクロニクルのシリーズ後継作でね、本作も前作同様にね、運命を決める究極の二択を迫られてね、その決断が今後の壮大なストーリーに大きく影響していきます。続いてですね、パーティーにする仲間で物語が変わります。こちらシンクロニクルはですね、全てのキャラクターにストーリーがあってね、旅路を共にする仲間次第でもね、物語の行く末が大きく変わります。それ以外にもですね、広大なフィールドを自由に冒険できたり、スピード感あふれる単性バトルを遊べたりとね、本格的なシングルプレイの RPG ゲームを楽しめます。次に紹介するのはメモリア夢の旅人と双子の案内人になります。本作はドワーフワックス株式会社が送る新作スマホ向けオリジナルファンタジーゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、自分だけの戦略を構築しながら挑む思考型フルオート RPG を楽しめます。こちらメモリアはね、属性や種族だったりロールイン特性とユニットの様々な個性を見極めてね、編成を組んでねクエストに挑むんですけども、3ラインのフィールドとね、敵の配置に対してね、いつどこに誰を出すか自分だけの戦略で遊べます。続いてですね、個性豊かなキャラクターたちを楽しめます。本作はですね、モフモフを愛するのんきな勇者だったり、魅惑のアイドルを目指す人魚姫などね、非常にね魅力たっぷりの多彩なキャラクターが登場します。次に紹介するのは神殺しのアリアになります。本作は少女たちが悪魔となり戦う大迫力のセミオート 3D バトル RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、本格的なアドベンチャーを遊べます。こちら神殺しのアリアはね、物語が進むにつれてね、明らかになっていく真実とね、その裏で暗躍する陰謀が入り混じるダークファンタジーのストーリーを楽しめます。またね、様々な思いを背負う少女たちの物語をフルボイス演出で遊べます。続いてですね、ド派手な 3D リアルタイムバトル RPG を楽しめます。本作はですね、迫力満点のリアルタイムバトルを遊べるんですけども、簡単操作でね、初心者にも安心のフルオートで遊べます。さらにね、ギアミス同士の連携技リンクスキルだったり、能力を一時的に上昇させるフュージョンなどね、ギアミスの多彩なスキルをリアルタイムの 3D バトルで楽しめます。それ以外にもですね、ボリューム満点のやり込み要素が楽しめます。こちら神殺しのアリアはね、超高難易度の敵が出現するレイドバトルだったり、他のプレイヤー部隊と戦うことができるアリーナバトルや、施設を拡張させてね、メンバーの力を合わせて敵に立ち向かうギルドバトルなどね、本当にね、やり込み要素のある多彩なバトルが楽しめます。次に紹介するのはプラオレスマイルプリンセスになります。本作はサイバーエージェントと DMM ゲームスが送る大型プロジェクト、プラオレが送る史上初の女子アイスホッケーゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、プラオレのキャラクターたちともっと身近に触れ合えます。こちらプラオレスマイルプリンセスはね、チームごとのチームシナリオだったり、キャラクターたちと触れ合えるエピソードなどね、3つのシナリオが楽しめます。続いてですね、白熱なアイスホッケーを楽しめます。さらにですね、作戦や選手交代のタイミングでね、試合結果が大きく左右します。それ以外にもですね、大画面でもゲームが遊べます。こちらプラオレスマイルプリンセスはね、 DMM アカウント連携をすることでね、スマホやタブレットに限らずパソコンなどといった多彩なデバイスで遊べます。次に紹介するのはソウルタイドになります。本作は魔女の陰謀が潜む迷宮を舞台にね、個性豊かなキャラクターたちの活躍を楽しめれる迷宮探索 RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、100万文字超えの壮大な物語を楽しめます。こちらソウルタイドはね、100万字以上の大ボリュームのメインシナリオに加えてね、サイドストーリーだったり各キャラクターのストーリーも細かく体験できます。続いてですね、迷宮で脳トレを楽しめます。本作はですね、無限の選択肢で広がるダンジョンとね、謎解きに満ち溢れた探索要素も遊べます。さらにね、バトルの後にね、迷宮に仕組まれたパズルを楽しめます。それ以外にもですね、美少女の彼女たちと
日常を楽しめます。こちらソウルタイドはね、迷宮探索のオフの日にねデートをしてね、人形たちとの思い出を作れます。またねストーリーを進めるにつれてね、徐々に判明する彼女たちの前世の記憶を楽しめます。次に紹介するのはヒーローダイスになります。本作は最大4人でマルチプレイに対応でね、1人でもみんなでも楽しめる全く新しい運と戦略のスゴロクバトルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね誰でもできるシンプルなルールと操作が楽しめます。こちらヒーローダイスはね、サイコロを振ってヒーローを操作してね、止まったマスで攻撃をします。味方のヒーローを追い越すとね、援護のリスク攻撃が発動できたり、味方を追い越せば追い越すほどね攻撃回数が増えます。またね盤面の敵を全部倒すだけのねシンプルなルールと操作になります。続いてですね、ピンチな時ほど熱くなる勝負が楽しめます。本作はですね、困った時はカードで解決できます。様々な効力のカードをうまく使えばね、連続攻撃だったりギリギリな状況からの回復もできます。本当にね自分だけのカードコンボを決めて遊べます。それ以外にもですね、ヒーローたちの真骨頂スキルが楽しめます。こちらヒーローダイスはね、バトル中にねターンが経過するとスキルが使えるんですけども、スキルの種類はねヒーローごとに様々なスキルが使用できます。次に紹介するのはバキキングオブソウルズになります。本作は週刊少年ジャンプで連載中の超人気格闘漫画、シリーズ累計8500万部数を誇るメガヒット作品からおなじみの最強戦士たちが登場するバトル RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね最強の戦士たちと共にこの惑星最強を目指せます。こちらバキキングオブソウルズはね、地下闘技場戦士や最強死刑囚だったり海王などね、たくさんの魅力あふれるキャラクターたちが登場します。続いてですね、オリジナルの選手を育てて他のプレイヤーたちと白熱のバトルが楽しめます。本作はですね、簡単セミオートバトルで奥義ゲージを貯めてね簡単に発動できます。さらにね10対10のリアルタイムバトルなどね、プレイヤー同士の様々なバトルが遊べます。それ以外にもですね、バキシリーズの物語が楽しめます。こちらバキキングオブソウルズはね、最強死刑囚との死闘などね、テレビアニメでおなじみの名シーンを超豪華声優陣の声とともに物語を追体験できます。次に紹介するのは少女ウォーズになります。本作はブレイブフロンティアレゾナの最新作ゲームでね、戦国武将からロシアの皇帝と一緒に戦える 3D アクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね細かいシナリオ、没入感たっぷり楽しめます。こちら少女ウォーズはね、100万文字超えの豊富なオリジナルストーリーだったり、重厚な和風ファンタジーを遊べます。さらにね、異なるタイプの多彩な美少女たちと一緒に冒険を楽しめます。続いてですね、面白さとリラックスを同時に楽しめます。本作はですね、敵に応じた戦略を選択できたり、オート操作で遊べるのでね、非常にねストレスなく初心者の方でも気軽に遊べます。それ以外にもですね、超ゴージャスなアニメーションパフォーマンスを楽しめます。こちら少女ウォーズはね、遊び心のある可愛いキャラだったり、クールで衝撃的なキャラまでね、豊富なキャラクターを楽しめます。さらにね、優雅な和風癒し BGM を味わえたりとね、各キャラクターの隠しアニメーションまで遊べます。次に紹介するのはイモータルズになります。本作はアンカーが手掛けるマブラブのスマホ向けアクション RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、リアルタイムで繰り広げられるド迫力のアクションバトルを遊べます。こちらイモータルズはね、プレイヤーは戦術機を操作してね、敵の殲滅を目指していくんですけども、戦術によってねその都度変化するミッションの難易度だったり、ランダムに発生するストーリーモードまでね、本当にねリアルタイムに変化するアクションバトルを楽しめます。こちらのゲームは詳しいゲーム情報や配信日はねまだ発表されていないんですけども、今後の新しい情報はこちらのチャンネルで分かり次第紹介するのでね、もしよかったら定期的にチェックしてみてください。最後に紹介するのは失格者の最強賢者アルティメットリンカーネーションになります。本作はアニメ失格者の最強賢者の公式スマホゲームでね、異世界紋章ファンタジーゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねシンプルな簡単ルールと操作で遊べます。こちら失格者の最強賢者アルティメットリンカーネーションはね、マティアスやルリーなどねおなじみのキャラクターがドット絵となってバトルするんですけども、バトルはねすべてセミオートバトルなのでね、誰でも簡単に楽しめます。はい、ということで今回なんですけども、3月配信の新作スマホゲームの中から今すぐ遊びたい本当に面白い新作スマホゲーム10選を紹介しました。少しでもね参考になりましたら、動画の高評価もしくはねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのねおすすめスマホゲームをぜひねコメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介します。またですね、ブログもやっています。毎日新作スマホゲーム
FM の最新情報を紹介してますので、もしよかったらねブログもぜひねチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。